はい、ネギシコです。おはようございます。ということでね、今日はね、女の子の更衣室とかね、全部見せちゃいます。ロッカーとかね、私物とかをね、全部見せちゃおうかななんて思ってるんですけど、というのは嘘ですよ。はい。まあ今日はね、何かっていうとね、結構多いな、派閥。この業界って派閥あるんですかとかってやっぱ聞かれるし、派閥ができちゃって困ってる店とかいるんだって。結構かなりいるんだって。だからそれについて実際のところね、うちのグループがどういう風に派閥になってるかとか、またそういうの全部言ってっちゃおうかなって思って今日動画撮ってるんですけど、まあこれはね、やっぱり女の子の派閥ってね、この業界正直あるのかないのかって言ったらね、まあほとんどあるんじゃないっていうのがリアルなところ。これ結構ね、特殊で、なんか俺がさ、今動画内だから、あのうちないですよみたいに言ってるように捉えられたくないんだけど、うちはね、ないと思う。本当にあの見ててやっぱりわかるからさ。なんでないと思うかっていうと、うちのグループから他店舗に移った女の子とかがやっぱり戻ってくる子ってめちゃくちゃ多くて、でなんで戻ってくるかっていうと、やっぱり移ってみたけど、やっぱ派閥とかがすごくて、なんか女の子同士がめちゃくちゃギスギスしてて辛かったんで、やっぱりうちのグループって女の子同士仲いいなって思って、あの戻ってきましたっていうね、結構聞くんだよね。でもまあこれって、放置して、俺たちが放置してほったらかして女の子たちが派閥を作らないかって言ったら、まあそうでもなくて、まあちゃんとやってる対策というかね、まあこれが対策になってるのか分かんないけど、いつからでもこの辺話せればなと思うんだけど、まあ派閥っていうのはさ、そうださ、女の子がね、じゃあうちとかだと30人とかいるからさ、10人10人10人で分かれて3人の派閥がありますんで、ここが仲悪いですみたいなのとかをあったりとかね、それでギクシャクすると思うんだけど、まあ、正直ね言ってね、この業界でというか、どの業界もそうなんだけど、働いてる身でね、派閥を作るやつは俺からするとただのアホですから、いらないというかね。まあ、なんでかっていうと、じゃあ派閥っていうのはさ、まあ、A チームと B チームに分かれたとしたらね、あの極端なんですね、あの A チームと B チームが、まあ、バチバチですよみたいな、あったら口も聞きませんよみたいな、挨拶とかされても無視ですよ、仲良くはしませんみたいな、これが派閥じゃんか。こうすると俺が思うにはね、派閥作る子たちに言いたいのは、お前どの身分でそんなことしてんだと。だって普通に考えれば分かるよ、みんなが和気あいあいと仲良くしなさいね、友達になりなさいねって言ってんじゃないの。ここはあくまで仕事をしに来てるわけだから、仲良し小良しとか友達ごっこしに来てるわけじゃないから、仲良くしなさいとまでは言わないけど、仲悪くなる必要はないでしょ。例えばね、5人のお客さんが今ここに入りましたと。で女の子は基本的にじゃあ5人つきますと。その5人の中で2つのチームに派閥が分かれてたらさ、どうするのって話じゃん。チームワーク取れなくないって。でそれってお客さんは気づいてない、気づかれないようにうまく取り繕ってるつもりかもしれないけど、バレてるからね。俺気づくんだよ、飲みとかに行って、あこの子とこの子仲悪いんだろうなとかさ、さっきと全然雰囲気が違うの、この子がついた時とこの子がついた時みたいなって思うと、俺すぐ帰ります。気使うんだよね。なんでこっちがわざわざ金使いに来てんのに気まで使わなきゃいけないんだって思うから、あの基本的に俺はね、ご飯屋さんとか飲み屋さんとかで気付けの店に行かないんだよね。お金も使いたくないんだよね、そういう店でね。というようにね、あのこういう人たちいっぱいいるから、もう俺だけじゃないと思うんだよね、かなり。多分ね、みんなこれ見てるね、男の人たち多いからね、分かると思うんだけど、飲みに行って、うわここのお店女の子同士仲悪そうだなって店絶対今まであったと思うんだよね。そうすると居心地が悪いから帰ります。損するのは誰ですかって話じゃない、あなたですよねって。お店が暇だったら早く上げられちゃいますよ、時給下がりますよ、ね、お客さんがいなければドリンク出ない、ボトルが出ないからドリンクバッグボトルバッグつきませんよみたいな。だから仲良くする必要ないんだけど、わざわざ派閥作って仲悪くする必要ないよねみたいな、っていうのが俺の考え方だから、派閥は作らせない、派閥なんか作ろうとしたもんならもうやめてくださいって言います。うちはそういうお店にいてくださいと。だからね、そんぐらいかなりきつく言ってますよ。でこれまでどういうふうにうちが対処してるかっていうと、まあやっぱりうちはね、多分他店舗に比べて定期的に集まる機会みたいな、みんなが集まる機会とかっていうのが多い方だと思うんだよね。あの、まあ、もちろん忘年会、年で言うとね、春ぐらいに大体あの花見とかボーリング大会とかやるんですよ、グループ全体でね。で夏は1泊2日とかで海の旅行とかに行ったりするんだよね、みんなでね。で12月になれば忘年会、会社全体の忘年会がありますと。でそうするとやっぱ店舗ごとに席とかだったりとか分かれるじゃんか。まだ新しく入ったばっかりの子、古い子がいた時にやっぱり古い子と新しい子で派閥とかができちゃっても困るから、あのごっちゃんことかにするんだよね、まあ、合コンみたいなもんですよ。合コンとかでさ、じゃあ4対4で男4女4でやったらさ、途中でさ席の入れ替えとかするでしょ。俺合コン行かないから分かんないんだけど、するよねきっとね。お邪魔で、お前よく言ってるからさ、分かるじゃん。してるんでしょ。ああ、やっぱそうそうよね、してるよね。そういう風にして、いろんな人たちとちゃんとまず会話をさせて交流を深まらせるっていう。で、常に女の子のことをティーアップしておかなきゃいけないね。じゃあ新人、さっき言った古い子、新人の子がいた時に、新人の子には古い子のこの子たち、こういうとこがすごいんだよ、こういうとこがすごいんだよ、だからこういうとこを見習ってね。古い子たちには、あの新人の子こういう風に頑張ってて、こういう風に頑張っててすごいんだよって言って、いいことをちゃんと言い合うというか、で何々ちゃんも尊敬してるって言ってたよ、でこの何々ちゃんも嬉しい、ありがとうって、可愛がりたいって言ってたよっていうことによって、そのさ気持ちがさ、脳がさ、あいい人好きってなるじゃん。そしたらその人たちが言って
ったこととかを素直に聞けれるよね、人ってね。だから決してこっちの子がいるときにあの子がこうでさとか、こっちの子がいるときにあの新しい子がいること聞かなくてさとかっていうのは絶対言わないし、そういうのを禁止してます。だから行事とかでそういうのをやるっていうのももちろん一個は大事だし、あとはね、そのなんかうちはね、このチーム対抗戦だったりとか、その年間の行事でそういうね、あのお店で売り上げバトルだったりとか、そういうのをたまにやったりするんだけど、そういうときに A チーム B チームとか作るだよね、その中ではね、競わせるためにね。じゃああんまりこの子とこの子それが合わなそうだなと思った子、あえて同じチームとかにして一緒に戦略とかを立てさせて一緒に戦わしちゃったりとかするのね。そうするとやっぱりそこでまた絆が生まれたりとか、お店以外でミーティングだったりとか食事で一緒になったりする機会とかが増えたりするから、あんまり喋んなかったんだけどこれを機にすごい仲良くなって喋るようになったとかっていうのが多い。これはうちはね、いつも特に意識して言ってるのは、本当に仲良くする必要はないですと。プライベートでまだ遊びなさい、休みの日に遊びなさいって、そんなことはする必要ないですと。仕事なんでね、あくまで職場なんで。ただ仲悪くもしないでくださいね。そのうちのやり方にそぐわないんだったら、あのうちじゃないお店を選んだ方がいいと思いますみたいな、こんな感じです、はい、簡単に言うと。属さないことじゃない、女の子は。ちゃんとおはようございますとかお疲れ様ですとかを全員に言うとかね、笑顔で振る舞うとか、全員に同じ対応する。だってあなたは仕事をしに来てるんですよってこと、仕事しに行ってんだから、どっちのこと仲良くするとかない、別にどちらにも同じようにすればいい。職場だから、学校じゃないんだ。人はどうでもいいと、自分さえしっかりしてればいい。自分が作んなきゃいい。みんながそう思えばできなくないって派閥。誰かが人のことを気にし始めるからそうなるんで、まあ、かなり掘り下げたらもっとあるけどね。なんか今度あれだね、うちの女の子なんかにそういうのをさ、実際にさ、派閥とかがあると感じるかどうかとかってちょっと聞いてみようか、今度 YouTube で何人か出しちゃってね。俺はやっぱりこうに理想系とかこうあるべきだって話しか言ってないから、実際じゃあ現場で当たれてるキャストなんかがどういう風に感じてるのかとか、どういう風にもっとしてほしいのかとかあると思うから、今度それ撮ってみようか。ということで、チャンネル登録とね、高評価、 SNS のフォロー考えてます。よろしくお願いしますね。はい、終わりにしたいと思います。バイバイ。俺あるよ。何の派閥ですか？地元。地元の派閥なんだ。うん、あった。誰派閥と誰派閥？本庄と小玉と上里的な。町で。町町。町の派閥だったの。派閥っていうのか分かんないけど、うん、中学校とかね、うん、自分は派閥の長だった。俺はそうだね。最低じゃん、じゃあ